よし。あ、横浜か。なるほど。あ、20秒。ちょっと待ってくださいね。よっ。よし。すいません、お待たせしました。おはようございます。おはようございます。上り速度は OK。おはようございます。あ、この先来てますね。あ、ジェシーさんおはようございます。よし。ちょっと30秒ほど遅れたけど、ギリギリだった。今日もギリギリだった。さて、じゃあ、今日は100キロ近くあるんで、段差。あ、しまった、挟まった、挟まった、挟まった。おはようございます。レイムさん、おはようございます。その前にスタートする儀式、おはようございます。100キロ近くですね。まず時刻を表示して、そう、今日天気ですね。ちょろい。まあ今日上りが201個だけだし。あ、今これから出します。8時31分45、46、47、48。そう、パン。OK。自宅。じゃあ今ここ出します。そう、今日は朝から晩まで道の駅に下北半島道の駅少ないんですよね。で今ここ今から行きます。10送信中。成功。うん。33度ですか。今日日陰ないんですよね。ルート的に来ましたかね。よっ、ちょっともうちょっとベルト締めて、おはようございます。よし、じゃあまずは最北端の駅見に行きますか。昨日はですね、そっちのログハウスがあって B&B、 ベッド&ブレックファストっていう朝食のみのとこなんですけどね、そこに泊まってました。オーナーさんの手作りのログハウスでなんかえらい凝ってましたよ。あとトイレに本がいっぱい、漫画とかいっぱい置いてあって、トイレやばい。トイレに入ったら出られなくなる。ロンドン、イギリス発祥って聞きましたね、昨日。お楽しみでしたね、このご主人が。あ、そう、ログハウスの2階は割と暑かったですね。結局朝起きても掛け布団かけずに寝てたな。トイレに住み着く危険性あり、しかも広いし、立派な洗面台もあるし、中に。下北砂丘、そう、あっちの方行きます。確かこっちから細い道で抜けられるっていう風に聞いたんで。あ、おはようございます。待てよ、違う、線路沿いに行った方がいいんだ。国道に出ちゃダメだ。おはようございます。今日はB&B っていう朝食の身の、素泊まり宿ですね。ペンションの夕食提供なしみたいなバージョンだと思ってもらった方が。オーナーさんの趣味かなり全開です。天気いいです。まだ涼しい。結構、あ、そうなんだ、湿気が高いのは。おはようございます。この辺りは赤川駅ってとこの近くで、車の車道的にはかなり行き止まりのところにあります。いや、道は把握しました。車載ですよ、自転車の車じゃないですか。まあでも車載メインじゃないです。あ、マルットさんおはようございます。九州がなんてハートランドなんだっけ、口汚い軍曹がハートランドじゃなかったっけ。昨日夜は一枠だけやりましたが、眠くて15分で終わりました。くせにハートランド農場、そう、自転車車載を見せるというよりは自転車旅行で起きることを見せたい。工具。今日は道の駅目指してます。実際配信、大変にハートマンか失礼しました。さあイエスさんの人ですよね、確か。喋る言葉の前と後ろに「さ」をつけろ。何祭り？あ、そう、私よく寝ますね。旅行中は特になんか睡眠時間長い。いいね。電池は大丈夫ですが、今日100キロぐらい走る予定です。わからんけど。1年の、わかりません。1年の走行距離は、オドメーターつけてないんで、っていうか、サイコンつけてないんでわかりません。旅行費は、宿代だけで言うと、まず新幹線代が往復で、3万後半ぐらい。船。大間崎からの船で函館行ったりはしないです、今回は。昨日すれ違った大学生は、10万、まあ普通に生活してるのとの差分考えなきゃ意味ないですけどね。まず交通費が3万後半ぐらいかかって、宿代が8個ってどこだっけ、八戸か。うわー、ちょっとまだ分かんないです。全然 OK です。ですね、ジャッキーチェーン、そうだっけ、宿代が、1000円2000円1000円2000円で5000円ぐらいか。それでトータル8000で、炊事場があって、いや、輸送してるのまた5000で1万3000。あ、そこです。甘くありますね。1万3000で、昨日泊まったとこはこれが5000円で、宿代がここまで1万8000円ですね。7泊してアベレージ2000超えてるか。新幹線、そうですね、5000円高い。スタバですか。どこにスタバが、むつ市ですか。今これむつ市の中心地に向かっているところです。市街地に2日間で、私は親戚の結婚式に呼ばれて家族でホテルに泊まった時以外は1万円以上の宿に泊まったことは確かないな。嫌いってわけじゃないですけど、なんか豪華すぎる。道の奥というのはどこになるんですかね、定義は。公園では今までまだないかな。道の駅だと誰かやってきて脅かしてしまうということがないんで、道の駅はみんなやってるからとか、サービス過剰、そう、布団敷いてくれたりはしなくてもいいんですよね。プライバシーがどうこうよりは、そこまでしか見てもらわなくても、なんかトイレで尻拭かれてるみたいで尻拭とこまで面倒見てもらってるみたいで。7万、そうですね、利水、そういったホテル、そういったというのは1万以上のホテルのことか、あるいは明言できないホテルのことか。明言できない方に泊まったことはないんですよね。面倒見ないですね。今日は気温30度超えるって言ってましたが、今のところはまだ涼しい。そうだ、日焼け止め塗らないとっていうのと、日焼け止め切れたから買わないと。今時速は22、3キロぐらいじゃないかな、体感。いやらしい。平均時速1日アベレージ10キロ。喋りながら、上りでなければ、天気は今回前半天気ひどかったですからね。記録的豪雨に当たってしまって、放送も録画もせずに進みました。いらっしゃいませ。昨日は宿です、普通の。広いアメニティ、アメニティ。充実感は、最高。前つけてたんですけどね、スピード見る必要ないかなと思って。健康的、まあ鍛えられないですけどね、鍛えられないけど疲れはできるだけ残さずに長期間走れれば昨日出先大北、下北、今下北です。最近はスープスパ全部突っ込むだけです。コンソメ大体私は 400〜500ml にコンソメ2個入れてかなり濃い味なんですよ。でパスタに入れるだけ、あと具は適当に入れるだけ。走った距離、私は GPS ログで見てるな。危険、今日は電波今のところいいんじゃないですかね。私からは分かりませんがしょっからい。つまんないってつまんないか。楽しむ時期、それもあるかも。ゆで汁も捨てずに飲んでしまいます、とろみがついたやつを。別に毒は入ってないですからね、ゆで汁は。まあそば湯みたいなもんですからね、ゆで汁。しかもそれでゴミはゴミはまあ紙で拭くと紙だけ出るか。何も捨てなくて済むし、でちり紙でさっと拭くだけで済むし、塩分、それもありますね。おはようございます。塩分だけを気をつけて取ってることはないですけど、普通に食ってたらまあ大丈夫かなと。最高。私は GPS ログ、GPS のナビを使ってます。ありがとう。レシピの話かな。レシピっていうのもんじゃないですけどね。そう、今日横浜に、で、そうですね、速度も入ってるし、1日経ってログを取って分析すれば速度が分かります。一応目的地は決めてるんですけど、途中でどんどん自分の体調に合わせてルート変えますからね。今回そうですね、海岸線一通り、一部つながってないけど北区、惜しい。私が住んでるのは横浜市、今日の目的地は横浜町です。下北軍なんだったかな、あれは。横浜町は何軍だったっけ。イエス横浜、中山遠いですね。でも中山って地名あるかもしれない。そう、 GPS ログは E-TREX30 っていうのの英語版です。英語版であれば2万円台で買えます。日本語版は6万弱。あ、今気がついた、下北駅ついてる。これが最北端の駅ですよ。日本って新しいな。横浜県、今度の月曜日に帰ります。月曜日の18時のはやぶさで、ギアントドームを、ジャイアントですか、でかいですよね、ジャイアント。なんかてっぺんの駅とかいうのがどっかに書いてあるんじゃなかったかな。しょびーしょべーってことか。しょっぺー、しゃべーはしょっぺーの意味なんですかね、しょっぱいの意味。下北駅前広場モニュメント、テーマ。そう、前は大畑線っていうのがあったんですけどね、ここは下北半島の中ではほぼ中心地になると思うんで、ここは前その大畑線っていうのの乗り換えというかな、分岐してたところらしいんですけどね。今はこれのもう一つ先が終着駅で、そこまでしかないです。でもう一つ先の終着駅はほんのちょっと南にあるんで、そっちは最北端の、本州最北端の駅じゃないんですよ。こっちが本州最北端。どっかにてっぺんって書いてあるんじゃなかったっけ？ないな。5階、あ、プラザホテルだな。7階建てぐらい。こっからは北海道に行けないです。半島ぐるっと大体。駅前店少ないですね。あ、綺麗に。新しいですね。観光案内所は9時からか。ほぼむつ市、あ、そうかも。むつ市以外何があるんだったっけな。大間町はむつ市の中でしたっけ？いや、全部むつ市だな、やっぱり。中山、あ、ちょっと今気取り損ねた。砂利道前多かったらしいですね。食料何も。あ、下北沢の下北ってことか。ムツゴロウ市。ムツゴロウは長崎だっけ？そう、神田八面見に行きます。で、この右、東岸の方にある、下北砂漠じゃない、砂丘か。ってところを見て、その辺りは自衛隊の演習地らしいんですけどね。こっそり忍び入ったりすることもできるらしいけど、見つかるようにしながら、監視塔に見つかるようにしながら入らないと、見つからずに入ってしまうとやばいらしいですね。この辺りの演習場。この辺りって見えるかな。で、日焼け止め買うためにどっかコンビニないかな。さっきローソンに寄ればよかった。射殺日本一、あ、そうそう、日本一らしいですね。もう一遍サスベイ忍者。待って、でもこの先コンビニなかったらやばいな。そう、段ボールで入ると。今の人は旅行者なのか、すごい普通の格好してるけどリュック背負ってる。お財布で、この辺り新しいですね。鳥取、こっちの先は入れるのかな、無料っぽい。ああ、多分そうじゃないですかね。どうかな。そう、両手で、片手で塗らなきゃダメですか。あ、青だった。自衛隊、いや、見学はちょっと忍び込んだりできないんで、少なくとも放送してたら美白、そうそう、美白というか、パンダみたいな感じになっちゃってるんで、これ以上進行しないように。再処理施設、まあ、意図しては寄らないです。通過するかもしれないけど、エグザイルのおじさん乗って、そもそもエグザイルが何言うかも知らない。あ、マック発見って今言われたっけ？地図で見たのかな？今ここから見えてないかな？無料券、いや、朝飯は食ってきました。さっきツイッターにはちょっと iPhone 充電中でできなかったけど、パン食だけで美味しかったです。そう、グローブの下が白い。また触られるから次はカメラ向けずに塗ろうかな。山の電気に日焼け止めが。むつ市の中ででっかい電気店って言ったらここだけとかだったりするのかな。そう、中止みたいですね。2億人か、多いな。あった、ローソン。日焼け止め買ってこよう。猿か、エグザル。この辺り何でもありますね。ツタヤもある。充電器、マックあった。マックあったが、ドナルドさんはいないみたいですね。長い手袋、いやカメラ向けて、今日は塗らないでみよう。あ、今日はカメラ向けないで塗ってみよう。マックマック。メインストリート。うん、まあ車社会っぽいけど。うん。そう、地元の店とかこんなんじゃやってられないですよね、絶対に。まあ地元の店がなくなるのがいいことか悪いことかっていうのは一概には言えないんだろうけど、便利になるんだろうけど。駅から、そうですね。通り合わせですね、通り合わせ。マックは、いや、マックは今回の旅行で初めて見ましたね。ん？イベント、あ、日焼け止めですか？神奈川。シャッター街というか、アーケード街みたいなのはもともとないですね。駐車場が、まあ土地はあるでしょうからね。マック見てなかったですね。そう、でかいジャスコみたいな。逆にそれでジャスコがなくなったら大変なことになりますよね。住めなくなる。よし、じゃあ日焼け止め買ってきます。水はあの宿でもらってきたんで。あ、おはようございます。水分はもう持ってます。昨日もらった水もあるし、じゃあ買ってきます。自動無料延長にするの忘れてた。あと日焼け止めがですね、1500円のしかないんですけど、なんかの見間違いかな。自動無料延長オン、気がついてよかった。ちょっと1分待って延長確認してから、もう一遍確認探してきます。1500円のアネッサっていうのしか置いてないです。スポーツ用と美容液タイプっていうのの1500円のしかない。正確に言うと1575円。ドラッグ、ああそうですね、ドラッグストアぐらいどっかありそうだけどな。ちょっとじゃあ今のうち検索してみよう。夏じゃ、でもまだ売れると思うんですけどね。ごめん、ドラッグストア検索で、いや本当に美容ドラッグストア、あ、あるある。いくつか見つかるな。スーパードラッグ朝日陸奥店、天満調剤薬局、佐々木薬局、シーブリーズ、今日はハマナスラインで北上するつもりだから、熊のマスコットいます。ドラッグ朝日、これですかね。じゃあこれに行こうかな。予定ルート上、ほぼ予定ルート上にあるな。じゃあ後で大湊駅から戻るときに夜か開店前、そうかもしれないですね。サラダオイル、それ全然フィルターになってないだろう。10時からかな。10時から、ダメだったらもう今ある日焼け止めを塗れるだけ、もう今あるだけ塗っとこう。サンオイル、焼くやつでしたっけ、朝日って名前だから。とりあえずじゃあ今まだ残ってる分なんとか絞り出して塗って、そうだ、あと延長失敗作業を避けるためにリロードして、リロードします。コメント聞こえなくなります。リロード中。リロード中。たまにこれで帰ってこないから怖いよな。来た。自転車サイズ、なんか50とか結構大きいやつです。ゆっくり寝ない。結構寝ましたけどね。歩くみたいに。あれ汚れでしょあれ汚れだったでしょ。まだ、とりあえず塗っとこう。じゃあですね、皆さんにはマクドナルド見といてもらいましょうかね。朝飯うまかったです。普通のサラダとかスープとかパンだったんですけどね、美味しかった。じゃあ、ちょっとしばらく応答できなくなります。お待ちください。結構足りた。でも明日からのために買っとかなきゃ。よし、復帰しました。真っ黒、まあいい加減真っ黒ですけどね。それでもまだちょっと日に当たりすぎると痛いです。よし、上り、このエヴァンゲリオンキャンペーン実施中という上りですよね。そう、これ立てながら、よっと、真っ黒、ロッピー、あれ、なんか引っかかってるね。10時マジですか。じゃあここでは無理だな。驚かれそう、それはあります。さて私は今どっちから走ってきたっけ。山田の方からだから。ナッツさんいらっしゃいませ。焼け残る。ちょっと待った、ホール外れてる。ちょっとヘルメットの横でケーブル溜まれてるのが外れてたんで。よし、あ、止まった。どうだ、ウェブカメラが止まったかな。ああ、マクロ GPS と、それネットワーク速度ですね。よっ、やっぱ進もう。すごいってたな。スタンツーシーン、無理、山田。ごめん、人生すら、渡れねえ、信号がないな。信号がない。あ、ハッピードラッグ確かにあるけど。信号少ないな、ここ。カミンドアヤ。山田自転車部ってなんすか。開いてる？よいしょ。復活しないな。もう一度つぎ直してみるか。やぶヘビかもしれんけど。ああ、プライマリーエラー、水上発進した方がいいのかな。よいしょ、これでどうだ。140、あ、300。 FMLE 自体がおかしくなってるみたいだな。すいません、通常発進でいいですか。3、そこはあそこ何時からって書いてあるんだ。ハッピートラック、そう、私もハッピートラックって名前がなんか薬でハッピーみたいな。あ、朝9時から開いてる、開いてるって、あそこ米があったのは調べてくれたんですかね。あったあった。じゃあここで買っとこう。ハッピーになるドラッグを買ってこよう。新ケット来たか。駐輪場よいしょ開けてありがとうございます。じゃあ日焼け止め買ってきます。じゃあすいません、また止まりますけど改めて買ってきます。すいません、買い物長くなっちゃって。うん、やっぱり。なぜ函館か。うん。函館はもう大間崎からフェリーですぐ函館ですからね。どうだろう、これ本当に函館産なんですかね。ちょっと見てみよう。夕張メロンパンあるとは思うんですけどね。日糧製パン株式会社函館工場、北海道函館市昭和4丁目23番1号。本当に函館さんですね。長い、すいません。ニセコ、ニセコと、あと豆大福はこれ188円です。というわけでそう、パン買いました。じゃあ、あれ、今ここは屋内に入ったから今切れたんですね。 iPhone 持って屋内に入ったんで、ちょっと待ってください。じゃあ今ここ復活しなかったら手動でまたアプリ再起動しないと。海でしょうね。うん、タイヤシュワルベマラソンの 32C です。 700×32C 壁真っ赤ですよ。 RGB でいうところの R じゃないや、 R が255ではないな、あの眩しい赤じゃないから、200×30×10ぐらいでどうかな。 RGB が200×30×10で、どんな装備か。はい、屋内で、いや、iPhone 自体がiPhone 自体がポタファイから離れたからです。黒くなるアーツ色、アーツさんのアーツかな今のは。じゃあ今ここアプリ一旦消してオン RGB、 iPhone は通話電話です。さて、ちょっとまた束ねたのがおかしくなってる。これ84,000円です。定価で、あ、充電できてない。こっち来て、よしった。バッグもこれほぼ限界まで詰まってますね。向かいのバスジャン、バスジャン棒読みバスジャン、あれか、あれはあれですね、鉄球屋さんですね。ベアリングボール屋さん。よし、ここ何が多い、脇地。iPhone なのにフォーマーでつないでます。あちらですね。荷物基本的に左バッグにはキャンプ関係、右側には衣類と電子機器関係です。一番気に入った宿ですか。まあそれはお世話になったところですね。一番夕食代だけで止めさせてもらった某場所ですね。それはドラッグガスジャンは生きてるのかな、ちょっとわかんないですね。体浴じゃなかったですよ、すごかったです。あの待遇は必ずしもね、あそこ昨日恐山から見えてたレーダーサイト、レーダーだと思うんですが、レーダーサイト、あれ、こっち側から登る道の一部は自衛隊専用なんだそうです。今の整骨院ですよね、きっと。お、初見さんいらっしゃいませ。多分あれ自衛隊の施設だと思う。どの地方あんまり美人に注意してないんだよな。昨気力はまあ楽しいからですね。この行ったとこないとこに行って新しい情報をどんどん知り続けるっていうのは、あ、で今なんて言われたっけ、記憶、そう、それぞれ昨日結構電波良かったですよ。タイムシフトでまだ見られるはずです。ちょっとイベントリストっていうのまだ作ってないんですけどねイベントのちょっと喉すいません。タコさんが離島ですか美男富士、ああ、あそこのは何時だったかな。むせる、いやむせるというか痰が絡んでるだけですね。5本ときたら龍角散、うん、砂の質なんか白くて近くで見ると透明っぽくてキラキラしてました。粒がでかい。龍角散、ハグのせい、エモス、八丈島と沖ノ島か。ん？完全走破。レーダーサイト、そうなんですか。ああ、でもなんかそう言われると納得するな。今は、最北端とは名乗れない駅に向かってます。に本州最北端とは名乗れない。大事。もう少しで終着駅です。大湊駅。特に何があるわけでもないんですけど、うん、ここは車多いですね。でこっちからおととい、先おとといだっけ、脇の沢っていう、あ、また前田ストアだ。これ大間に回った夜9時までやってたところ、ここは夜8時か。大崎は自転車で海峡ライン通っていきました。疲れました。潜在的終着駅、なんか端っこには行っておきたいじゃないですか。本当だ、鶴葉あった。大湊フードフェスタで今9月22って書いてあったかな。まだ先か。あ、左側ですね。これメジャーなんどれ？ん？サイトの中、あ、テントサイト。大湊駅まであと500メートル。産業祭り10月。本州最北端はさっきの下北駅です。ではなく、そう、ファミマじゃないヌード、大湊総監部、ここは青森県です。今回初めて来ました。おう、あのバッグ変わってるな、今の自転車の人。道は結構デボボしてますね。この道は昨日通った4号線そうでもなかったですが、恐山には行きました昨日。あなたがプレミアム会員ならタイムシフトでご覧ください。プレミアム会員じゃなかったら金払え。ここと脇の沢方向は意外と車通るんですね。湧き水は飲んだっけ、湧き水は今回飲んでないかな。自衛隊で、ああ、金払え、金貸し、私に金貸し業をやれということか。下北サンデーズ、この前田ストアっていうのが下北半島多いですね。下北半島全体は何軒ぐらいあるのかな。よし、この辺りあった。期待値も払いません。そうです、僕は春雨くん。おお、これもなんかレトロ風というか新しい駅ですね。味噌が焼きの食べました。今回なんか名物を妙に抑えてる、私にしては珍しく。金稼がくない。このドームは何ですかね。この近くにあんのか。いや、おお、夜景になるんだ、これで。いいですね。これ、レーダーサイトとかからの景色かな。うん。高いやつ。これ、終着駅です。てっぺんの、あ、書いてある。あのですね、てっぺんの駅とは言い切れないんで、てっぺんの終着駅って書いてあるんですよ。確かわずかに下北駅よりも南側にあります、ここは。ん、何行くの？今日これから尻屋崎に向かいます。おはようございます。ちゃんと有人駅で、あ、なんか止まってる。あれ、あのディーゼル車。あのディーゼル車は八高線とかでも八高線から小海線にお下がったあれじゃないですか。ちょっと見えるかな。あの白と緑のあの列車。見えねえ。見えないが、この隙間から見えるはず。しょっつる、魚礁ですよね、しょっつるは。よっ、ちょっと待ってください。写真。いや、多分、おー。よしよし。ここから。あ、やっぱりこいつだ。快速下北って書いてあるけど。ほら、あの列車ですよ、あの列車。八高線沿いの人なら多分知ってると思う。白と緑のディーゼル車。どうかな。白く、真っ黒で見えないですかね、色が。あれ、うん、ディーゼルです。これもお下がりなのかな。魚醤、私は確か食ったことないか気づかずに食ってるかどっちか分かって食ったことはないです。うん、ディーゼルですね。なんか雪国ならではのカスタムとかしてないのかな。あ、終着ですね。線路の端っこ、これ経由なんでしたっけ。白緑見えます？トリオ流す、そうなんだ。あ、ナンプラー食べたことあるな。撮り鉄はこんなコンパクトデジカメ持ってさらっと撮ったりしないと思う。まず三脚いりますよね。反対側から見えるかな。大湊線営業所、確かこれ大湊線っていう、さっきの下北含めて大湊線だったかな。線路に飛び散るからすぐ書くんでしょうね。のんびりだ、確かに。いや、うん、顔しか見えないけど、これで色はよくわかりますよね。そうか、この車両使ってあるんだ、ここ。まあ、これだけかどうかわからないですが。よし。終着駅押さえた。Z さん、近くに、なんか走ってるようなツイートは見たけどな。よし、じゃあ、戻りますか。ん？こっち通ってもいいのかな？いや、これ駐車場か。そう、でっかい三脚。大湊から野辺地、この下北半島の首のところを降りていくんですね。手作りケーキや越前屋さん。でも、あれ、下北駅よりもこっちの方が本当に市街地というか、店はある程度あるみたいですね。いや、そんな変わらんか。でもこっちの方が昔の店が少し残ってる感じ。Z さんも本当に自走でこっちに北上してきてるんですかね。だって昨日の夜、どこだっけ、栃木だっけ、茨城か、茨城。 Z さんはよく一緒に走ってる人です。峠を、お友達ですね。お、マイダストアも朝からやってる、9時から。リサイクル燃料貯蔵、今のは何？軍艦、それは見に行った方がいいんですかね。軍艦ですか、中尾。ちょっとツーリングアップ見るか。昔からあるんだったら、トークフリー。軍艦どこだ？大見なって、今ツーリングマップルのスキャンしたやつ見てますけど、軍艦って書いてないな。Z さん今どこって書いてないな。軍艦書いてないです。まあちょっと場所調べるの時間かかりそうだし、いやする。海事のまあここから10メートル半径ぐらいの中にあるんだったら見に行ってもいいです。ここで下北駅の前まで戻って、そこから北上かな。下北沢やっつけるって、品定む。あ、そうだ。でここから先バッテリー温存するためにどうかな、この枠あたりでビンテコースがたい。青森あんまり涼しくないな。今日は暑いです。今まだ風がそんなにはぬるまってないけど、まだ風受けたら涼しいんですけど、これから昼になったらどうなるか。あ、ドームあった。下北右上、そう北上です。小田急配信中断して、何興味ない、シリア崎に着くあたりからまた配信しようと思います。確か向こうも電波あるんで、バッテリーは丸一日使ってるとも持たないんですよ。だからある程度絞ろうと思います。 GoPro の録画だけ続けて。すごいなあれ。どうでしょう、ドーム近くで見れないのかな。バッテリー温存で白崎が何キロだったかな、30キロだったから3時間以上後になるかな、3、4時間後ですね。平井率ちょっとどっか右側の道に入ってみたいんだけど、道がないな。そう、1時間10キロペースぐらいです私は。よいしょ。あーいかん。ちょっとこれ整備工場の庭って、あー全然見えねえ。昼はどっかで作るか店に入るか。ちょっと敷地の中に入っちゃってますけど、すごいでっかい駐車場がありますね。作るのはパスタとふりかけ的なものだけ。いや、私の方がそのバッテリーが足りなくなるんですよ、肝心の場所での。あれ、野球関係ですかね。尻崎ないです。青森初めてです今回。アップダウン、そうですね。あと風向きかな。岸和田ってどこだっけ。だんじりってどこですかね。ちなみにドームはツーリングマップルには載ってないな。多分マップだと大阪、和歌山全然関係ないじゃないですか。出ないな。トイレか、でかいな。 Google マップ見ても何も書いてないですよね。あ、関係ない、了解です。見に行こう。向こうに道あるんですけどね。でも近くまで来たらこれ真っ白いだけだよな。まあ別に入れるわけじゃないだろうから。ああいうのは野球場とかじゃないのかな。なんか情報ないですよ。 みたい。かなりでかいです。あのでかさは野球場とかじゃないのかな。あ、スポーツ施設、なるほど。まあでも今日は距離稼がないと。でなんかそういうので距離稼ぐために見逃すっていうのは嫌なんだけど、まああの建物だったら別にいいかな。遠目に見られれば。あ、見学もまあ遠くから押さえただけで。 あ、赤になった。じゃあ、この枠終わるところまでしときましょうかね。自動無料延長切って。あ、国設ドームか。途中でなんか看板見た。国設ってのは雪に勝つってことですよね。箱物ってあんなでかい。維持費も結構かかるんじゃないのかな。よっと。じゃあ自動無料延長を切っときます。 そう、この枠25分だけやって、次は尻屋崎に着いたあたりで自動無料延長オフ。ああ、ザウス上から無線で電波。じゃああとは そこそこのスピードで走ってりゃ大丈夫かな、今日は。あ、書いてある、下北国設ドーム。昨日見たのここじゃなくて、もう一本北の方だったよな。次は3、4時間後になると思います。余裕のフラグじゃないですよ。 怖いな今の。喉がちょっと今日たん絡んでますね。いや、今ここは出しっぱなしにしておきます。今ここと、あ、見てたの見えました。ニンニク、あ、こっち追い風だ。消化か。タンは毎日絡んでます。 日常的に。と、これでさっきの方向に戻らずまっすぐか。観光してるとあれは目立ちますね。さっき反対側の車線通ってる時は見てなかったけどアルファいろいろ増えてるな。 ああ、極悪マスク持ってますよ。デスプロの説が。蜂蜜とかどうなんですかね。 どういう成分が喉に効くのかな。わ、そう、プラシーボ成分、それありますよね。どんな食材にも含まれているプラセボ成分、パブロフ成分。 風前橋止まった時、前橋止まったってなんだっけ。高崎は行ったけど、県庁所在地高崎。ベポラップのベポンとこれってあれ真空とかのベイパーですよね。ベイパートレイルのベイパーですよね。県庁所在地ニコ動の説明難しいなニコ動のそのオリジナル曲のミク曲のオリジナル曲でそれの歌詞の中にサビとして出てくるんですよ。サビのフレーズとしてチェインジ県庁所在地チェインジっていう歌詞が出て、画面ではなんか高崎と前橋が入れ替わってます。歌説明するの無理だな。青森、下北半島の中でここに来て初めてこんだけの市街地です歌というか、うまそう、神田地名ボカロこんなん聞くのネタ検索、何彦っていう名前で検索すると出ると思うな。漢字で何と彦、勝彦の彦です。初音ミクが好きというよりはそれを使ったネタ曲から入ったんですよね。あとこの間道の駅でも流れてたシングル野鳥の勝彦、私の名前の吉川勝彦は何すんだ、缶かぺったんこになった缶だった。そう今食料買ってきました。補給食だけだけど、個人の親戚かと前聞かれたこともあります。吉川という姓は広島県の岩国のあたりに多いらしいんですけどね。武将で吉川元春だったかなっていう武将が昔いて言い過ぎ、そのネタもよく覚えてますね。あれ岩国山口だっけ、あれ広島県の下の方どこだっけ、あれいや岩国でいいんだっけ、あの辺りが県境なんだったっけ、山口でしたっけ。この間行ったばかりなのに、そうか錦帯橋岩国な山口か。本当にすいません。毛利だっけ、なんかあそこら辺ですよ。廿日市市は広島県ですよね。島根か。ベッドタウン、なるほど。3本の矢もなんか聞いたような気がする。3本の矢が絡んでたような気もする。広島に関してはなんかいろいろ間違ったこと言ってるんですよね、私は。本当に荷物はちゃんとしまってるよな。 OK、 そう格好撃破すれば縄文遺跡見てないですね。石田三成はなんかプレイボーイで有名な芸能人のイメージが、あれ石田なんだっけ、石田なんとかほら、プレイボーイの石田なんとか純一かのイメージと重なってます。石田三成は沢玉木一世、あれどれだ弘前、あ、今回弘前行かなかったんですよ。プレイボーイはしご下和成沢玉木、あ、分かんなくなってきた。靴下履かない、何のことだか分からなくなってきた。正反対、あ、そうなんですか。なんでか頭の中で絡んでます、その2つの名前が。いた子いなかったですね。うん、そう、最近は戦国武将はアクションゲームの方になってますよね。三国無双系で、三国無双でやったことないけど、今日、あ、また前田ストア、こんな近くにもう一軒で、またツルハドラッグだ、多いよ。歴史、私は歴史は全然知らないです。吉本公営、あ、テクモでしたっけ。待てよ、公営テクモって、公営とテクモって今くっついてるんですかね。バンダイナムコは知ってるが、このバイトじゃあ巫女さんみたいな位置づけなんですかね。別にその霊能力がどうとかとかいう話じゃなくて、その儀式を担当するっていうことですかね。別にいたこって口寄せしなきゃいけないわけじゃないんですよね。あ、竿だけだ。あ観光はまあ、へえ。あ、百貨店、前田ストアとは違うんですか。あ、これが一番でかいところ。確かにすごいなデパートみたいになってる。夜9時まで営業中。前田本店だ、本当だ。2度目ですね。2万円堂がある。私の今かけてる眼鏡、2万円堂で買いました。タコ、ああ、前田財閥演技力、モスがある。今あった？モス見てなかった。モスなんだあれちょいマーチ。あった、見てなかった。学生時代の眼鏡見ました。これ何するんだ。飲んで騒いで商品ゲット、陸奥総合酒ラリー、9月29日か。前売り券2500円。これ私酒飲んで走るように見えるんですけど、機材今アンドロイドでできますね。アンドロイドが外付けウェブカメラが使えたらな。熊出たらしいですね。写し、あ、はしご酒、はしご酒か、なるほどこれは確かに犯罪にはならないんだろうけど、いいのか。飲んで、しかもみんな焼き鳥持って、あとなんかおにぎり版のなんだろう、あれは顔文字みたいなやつがいる。多国用はしご酒ね、なるほど。はしご酒ってことは最低5杯飲めってことかな。安くよう、なるほどシュランス、即死持って刺さるかもしれないじゃないですか。ジョッキの本当にそうだったらいいですよねいや、いいですよねというか、暑いだろう。マチコンとか須崎、惹かれる。私は酒飲めないんで。そう、自転車も飲酒運転の対象です。今自転車の飲酒運転は相当叩かれますからね。元から飲めない私はいいけど、ビール飲むために自転車乗ってるような人は昼の時に飲めないからきついみたいですね。昼飯の時に。あ、ここから左だ。そう、飲めないんです。うん、自転車は罰金だっけ、それともなんかなんだっけな、自転車、押して一応そうですね。東京に自転車レーンはあちこちあると思います。何ですかって。あ、そっか、前回なのだ、確か減点とかいうことがないので、車だったらその犯罪歴になる前におめこぼしが何回かあるけど、自転車の場合はいきなり犯罪、なんだっけ、前科がついちゃうんですよね。あ、こっちの方シャッター街っぽいな。またぎを、ナンバープレート、そう、前回に。射殺。関西人なんだ。またぎ。またぎがここ、事故起こしたらもう言い訳できないですよね。栗、あれ、今こっち赤、青だったよな。じゃあこの道をずっとまっすぐかな。あと9分ですね、この枠は。米県米こぼし、おめこぼしのとこだったのか、今。わかるか。いや、分かってもいいかな、どうかな。青になれ、青になれ。なれ、なった。すげえ。青になりましたよ、ちゃんと。言うこと聞くいい信号機。あ、いい道になったな。ローカル道で車少なくなった。あ、点滅は LED のだからじゃないですかね。ウェブカメラの撮影周期と近いみたいでチカチカするんですよ。おったー、行って。ちょっと見づらい穴ぼこがあった。あ、静かになった。でもないか。北海道、なんか道がまっすぐだと北海道っぽいですよね。あとこの家の様子、あんまり家が密集してなくて、あとこの辺りのコンビニ、入り口から二重になっている雪国仕様です。暗くと引きました。今日はアップダウンはあってもほんのちょっとだけで、最後に200の上り、250か。何するのって、棒読みがなんとかって。カーボンフォーク、信号盾ですね。向こうに見えてるのもそうだ。あとは駐車場がそれぞれの家にバッチリあるところが特徴というか、駆動看板、あれ、右尻屋崎、まあいいや。途中の温泉、時間に余裕があれば。美人、これ以上美人になったら困る。いや、予定ではまっすぐで、できるだけまっすぐ見出てから海沿い走ろうと思ってます。右行ったらちょっと山岳地帯の横通るところ、山岳というかアップダウン地帯の横通るところかな。おはようございます。この笠間いってどういう意味だ。モスクですかね。じゃあ次はシリア崎に近づいてからというかついてからかもしれない。あ、今ここは出しておきます。来なさい。傘舞が。方向は一旦海に出ます。こっち側通るとプラス3キロぐらいの遠回りなんですけどね。何キロぐらい ?20 キロぐらい。いや、電波ないというかバッテリー温存のために PC は一旦切っときます。そう、バッテリー。これ横通った方がいいな。相手にとってもよいしょ。次は多分3、4時間後です。まあ3時間後かな。ここまで少し走ってきたから、あ、5キロよくに、おお、この枠内は無理ですね。待機しなくていいです。見られるときに見てください。浜名スラインだっけだったかな。うわっ、お昼の、うん、そうですね、11時ぐらいかな。砂丘で放送、多分昼は作るかな。店は多分シリア崎だったらなんかあるんじゃないかと思うんですけどね。充電宿とまた時だけやってます。2日持つか持たないぐらいかのバッテリー持ち歩いてます。今浜名スラインですかね、昼ね。こういう登りあってもせいぜい標高差30ぐらい、340ぐらい。青森に走りはない。じゃあ自炊かな。今日は横浜に泊まります。道の駅横浜、横浜町ってとこがあります。この南下したところに。気をつけます。イタコが、イタコ軽いんじゃないんですか。Z さんはツイッター見てみるかな、後で。そう、もう横浜、今日の夜には横浜町。水は、ミネラルウォーターだったら昨日取っていただいたものがあるんですよ。最終的には新青森から帰ります。今日シリア崎行って、あと平地とか通って走れたらいいかな。奥入瀬は今回行かないです。間に合わなかったです。あ、そう、ガリガリ君さん、結局お名前も聞かなかったですけど、そう、新青森新幹線駅はやぶさで帰ります。月曜日の18時台のはやぶさです。陸奥科学技術館、そういうことね。ファルコン、よっと、アックス工房、ほのか。まあ上りですけどちょいですからね。新小安、東神奈川、横浜。いや、めっちゃでもないんですよ。3キロぐらいしか違わない。あ、右手の池見えなかったな。台風は最終日にこっちに来てるかどうか、かなり確率低そうですけど、まあ動向は確認しておきます。雷、あ、お疲れ様です。あと、菜の花アイス。今日行く横浜町は菜の花の町らしいですよ。イエス、次の日から。じゃあ、あと30秒ですね。お疲れ様です。埼玉。ああ。菜のは。お疲れ様です。じゃあ、また尻屋崎で。ご安全にありがとうございます。お疲れ様でした。タゴ？ニンニクの間違うのか。お疲れ様です。来た人。お疲れ様です。ありがとうございます。失礼しました。菜の花ドーナツ。菜の花の味ってのがあるのかな。よっ、おお、両手話できる人ちょっと羨ましいよな。私はできないので。まずお疲れ様ってコメントが来てる。ありがとうございます。さて、どっかで GoPro だけの録画装備にしないと。この辺り新しいな、住宅が。参拝施設の反対看板が多いな。ホテルニュー野源温泉のところかな。になってるな。ある程度工夫して使ってたけど住めなくなったのかな。細かいアップダウン、細かいアップダウンが意外と多いな。そう、せっかくだから早く PC 止めなきゃ。よし、ここでまずちょっと水、冷たい。今日の宿でもらってきた氷水です。延長ケーブルと塩、PC の方での録画を止めは iTunes が勝手に。一旦 GoPro 本体マイクになります。ストップで、これで準備できた。ケーブルを入れて、よし。